ああ、しかし今日も日差しが暑いな。ちょっとこの辺で一休みしていくか。よいしょ、やっぱな、アラフォーになるとな、こう体力落ちてくるからな。パパ頑張ってるからね。よいしょ。ん？なんだあれ、なんか撮影やってんな。自主制作の映画かなんかかな。ん？あれ岩下じゃねえか。ちょちょちょ、まぶい女がいるじゃん。あっと思ったら先生、男子高校生の性欲なめんなよ。いや、役者目指してるとは聞いてたけど。はい、じゃあ一旦休憩です。あれ久保田、わかんねえ、わかんねえけど久保田、久しぶり。おい、マジかよ。何してんだわ、こんなとこで。こっちのセリフだよ。何してんだよ。セリフ、セリフ、セリフ言ってた、撮影だから。会話セリフしちゃった。ちょ待って、マジやわ、わかんねえけど中学ぶりか、こんなちゃんと話すの。そうだよな、久しぶり。わかんねえけど、そっか。いや見てよ俺、まあ、まあ、アラフォーにして売れない役者。わかんねえけど、腐れ芸能とか呼べよ。なんでそれだねえよ。わかんねえけど、なんかノリだよ、自虐のノリ。わかんねえけど、笑っとけ、小僧。いや、なんだよ、そのノリ。てか、なにこれ、高校生役なんか、さすがに無理あんじゃねえか、ここ青春ものとかそういうこと。青春ものっていうか、わかんねえもん。っていうか、地獄、わかんねえ。なんか、くだらねえこと言っちゃったわ。もう、助教しもんだよ。除去しもの？除去しもの。ほんとそうなんだ。気まずくなんだよ。大丈夫だから。俺の中で整理ついてんだよ。最近さ、もう、いろいろ仕事していかねえとなと思ってさ。おー、結婚して。あ、結婚したばっか。そうなんだ。おー、おめでとう。あの、いいじゃん。ガリガリの女。ガリガリ？ガリガリの女だよ。おー、いいじゃん。あ、やべ、撮影中つけっぱなしだったわ。やべ。そうなんだ、やっぱそれダメなんだ。そうだな、高校生は。あ、俺もね、でも子供生まれたんだよ。うん、マジで。うん、わかんねえけど、ま、生きてりゃなんとかなる。いや、なんだよ。いや、幸せな話だよ。結婚したんだよ。あ、結婚したの、お前。おー、してるしてる。あ、びっくりさせんだよ、お前。なんか、あの、家帰ったらドアの前になんか指かご置いてあって、あなたの子ですみたいなパターンかと思ったじゃねえか。そんなんじゃねえ。いや、周りそんなんばっかだから、お前。最近和訳者でさ、周りが。この間もなんか、あの、モンゴルエド立花さんっていう風俗ライターの人が、もうそんな目に遭っちゃって、なんかもう、赤子抱えてニッチもサッチも行かなくなって、田舎帰ってさ、農業始めて。そしたらなんか意外と幸せですみたいなこと言ってきたから、嘘つけやって言って、写メだけ送らしたらさ、もう、右目だけ真っ赤でさ、うーってなったんだよ。何だよ、その話。全然わけわかんねえよ、お前。何の話してんだよ、マジで。大丈夫か、お前。わかんねえ。けど、お前が幸せならそれでいいよ。あ、じゃあ、撮影始めちゃうから、ごめんね。あ、頑張れ。あいつ、中学時代は可愛いやつだったんだけどな。周りに流される癖もあったよ。先生、そんなスカート短いの入ってたらスカートめくりしちゃうぜ。ふう、やっぱ AV なのかな。ふう、わかんねえけどもう一回めくっちゃおう。ふう、わかんねえけどって役なのに言っちゃってんじゃん。おい、ちょっと待って先生、こんなお前講習の場でお前パイオツ出しちゃダメだよ。やばい、マジで脱ぎ出してる。うわ、この脱ぎ方は AV だ。やばいやばい、もろの、え、ちょっと待って、俺の表情撮ってるカメラもいるじゃん。やべ、ハードコアだこの人たち。なんなんだよこのアイデア。この写真情報の使い。やべ、さつきさ、さつきさ、逃げろ、撤収撤収、違う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 、後ろ。マジでかよ、やべえなあいつ。ってことだよ。じゃあ子供の写真見てちょっと心を落ち着かせよう。ちゃんと教育させねえとな。わかんねえ。おお、大丈夫なのかよ、お前。ちょい、何やってんだよ、お前。こんな仕事やめろよ。いや、別に悪いことしてるわけじゃねえからさ。悪いことだろ、思いっきり逃げてたじゃねえかよ、姿勢上げてよ。でお前、こんな仕事してるって奥さん知ってんのかよ。知ってるよ。嘘つけよ、お前。ここまでのことしてるって知ってんのかよ。さっき脱いでたのがかみさんだよ。住む世界が違えって思っただろう。そんなことねえけどさ。
わかんねえ。わかんねえけど、こいつから金取りてえ。はぁ、なんかお前さっきさ、うちのかみさんのお前パイオツ見て勃起してただろ。何言ってんだよ、見てたわけじゃねえし。金払えよ、だから何言ってんだよ、やめろよ。お前勃起してただろ。じゃあチンコ出せんのか、今。チンコ見せれんのか、今俺に、お前。なあ、出さなくていいだろ。わかんねえ、わかんねえ、俺にはわかんねえことが多すぎる。っていうか口癖だ。自覚あったんだ。でも分かんねえことが分かってるってことは、分かんねえことが分かるっていうことは分かるよ。分かんねえよ。でもお前が俺を見下してることは分かる。は？俺は分かんねえことばっかりでもね、少しは分かることもある。見下してなんかねえから。ちくしょう。ちょ少しは分かることだってあんだろ。それ分かってるから。もちろんもちろん大丈夫か。うわぁ、分かんねえ。ああ、何、蛇に噛まれてる。分かんねえ、これは本当に分かんねえよ。お前大丈夫かお前。分かんねえ、さっきヤブ通ったからが分かんねえ。病院行こう。ちょっと もしかしたら毒持ってるかもしんねえからな。わかった。どう、しみり。お疲れ様です。あ、俺あの監獄の深夜で入ってる竹丸。あ、よろしくお願いします。あの僕昨日入ったばっかりなんですけど、中野と言います。あ、いや、オタクラッキーや。あの、うちのコンビニね、深夜めちゃめちゃ楽だから。あ、そうなんですか。超暇。うん、あ、なんからしいですよね。なんか昨日入った時にもあの杉田さんがそう言ってました。いや、そうなんだ。いや、杉田とはね、前まで曜日一緒だったの。 あいつに俺一から教えたからね。あいつまだここのバイトやってんだ。キモ。キレイなんですか。で、どこ住んでるの？お住まいは？あ、僕はあの北口 の、 あのデニーズあるじゃないですか、あそこの近くの。あ、じゃあ、ね、安い唐揚げ屋の。あ、そうです、あの唐揚げ王、唐揚げ王のそこ。はいはい、はい、そこの近くの、あそこね、昔ね、あの今やってないけど、昔は食べ放題のシステムあったの。あ、そうなんですか。え、でもあそこ食べましたけど、なんか結構脂っこくて、そんな食べ放題っていうこと食べれないですよね。食べれるよ。俺ね、多分ね、オタクが今まで見た中で一番大きいだと思う。マジですか。見えないですけどね。本当、ありがとう。ありがとう。めちゃめちゃ食うから。じゃあ多分ね、あそこの割でさ、学生にいっぱい食わせたいっていうような値段設定でやってるじゃん。食べ放題の時もそんなめちゃめちゃ安かったのよ。でも俺すぐ見つけて、でも通い詰めて食い散らかしたね。食い散らかした。もうだから、おたくがさっき言ってたように、なんか脂っこいからいっぱい食えないだろうって多分見越してたんだろうね。でもこっちはもう胃袋めちゃめちゃ強いから。あ、そうなんですか。食ってても全然感じないよ。治療だから。治療？胃がですか。胃が全然ピークが来ない。マックジュースが詰まっちゃってるんだろうね。だから脳がさ、お腹いっぱいだよっていう指令出してくんないから。はい、もうこのでかい袋おじさんと、もう喉おばさんペアで食いたい放題悪いようにして食って。そんなイメージよ、イメージね。でも俺 もうあの頃も朝昼からずっと続けて店にずっと食い続けてたからね。え、朝昼？治療だから長いのよ。食ってるもん、だらだらずっと食ってるわ。あ、そうなんだ。もうずっとあの、そうするとさ、必然的にトイレとか行くじゃん。はい、店長がさ、来んなよ、要は吐いてるんじゃないかって。あ、吐くのやっぱ NG だから、ルール違反だから。でさ、俺分かってる。でもそんなことする胃袋じゃないから、天然の大食いだっつうの。だからさ、こう店長がさ、あのおじさんがね、こうドアに耳つけてくるの、トイレの。でこっちもそれ感じた瞬間に、へえ、ブルッてこくんだよ。聞かせちゃうの。おめえが聞きに来たんだぞっていう。お前こっちでさ、ブレッてこくんだよ。で、その後、音立てないようにスーッとガンって急に開くんです。パーンってなるんです。なるほど、こうやったら
で、これバーンって一回だと思うよ。もう慌てたくし、バン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 って、ごめんなさいって。学生のために安く値段設定してる。かわいそうでしょ。やめちゃったよね、やっぱ。心折れたんだろうね。兵器化されてたら。帰る時行ったらさ、紙貼ったんだよ。いつものね、今日も食うぞって言うじゃん。じゃ紙貼って、食べ放題のシステムは終わりました。この中、おーっていうのは俺の中でさ、すごい大切なところ今日行くぞって言ってみた時に、店の前に食べ放題のシステムは終わりました。俺がやったことなんだ。俺のせいでずっとやったんだ。で、それを見た時に、おーって俺的にはマイナスなんだよ。だって、食べ放題のシステム終わっちゃったから俺的にはマイナス。でも、それを見た瞬間に、おーって。その時には悔しさも何もないの。おうっていう。その時の快感。お想像しろ。だからいつもの店に行くとも行ったんだよ。で今日も食うぞって思った時に食べ放題のシステムは終わりました。おうっていう。そのなんかすごいフラットな状態。悪くもない。悪くも喜んでる。おう。店で、まあ、そんな風にやって、はいはい、システムごと潰して紙でして普通におおって言ってでもそこでずっと見てるとこれにショックを受けてるって思われちゃうからですぐこう厳しを返すその時も笑ってんのこれなんかすごい快感何の話なんだよあそうなんですねあ、すごい昨日も言ったからね大上本気の中華チャーハン攻めたね、昨日は。チャーハン攻めた俺結構、ピンポイントでいくのその方が印象残るじゃん。チャーハンばっかり。夏やべえぞって印象残る。もうチャーハンだけ食って、もうびっくりして、厨房からみんな届いて、なんでチャーハンこんなに売れてんの、今日みたいな。俺がわーって。帰りもパンパン。どういうことですか？今度は入れ墨の範囲ぐらい。入れ墨の範囲パンパンになってイカ飯みたいなんすよご飯詰まってますけどイカ飯は巨人が食ったらうまいって言うのご飯いっぱい詰まってるからすごいっすね海外とかも遠征するからね食べ放題のために海外まで日本だけど収まってたくないじゃん無茶したいから海外とかロシアに行った時やばかったよ、ロシアはロシアの食べ放題行ってたら食ってて、もう途中で水に睡眠薬混ぜられて気づいたらゴミ捨て場に行って朝目が覚めたらもう顔パンパンに殴られていや、何されてんですかいや、海外の食べ放題の店もはマジやばいよはぁ、食いすぎてるとそんなやられちゃうんですね後半露骨にゴミとか出てくるじゃんゴミ食べたんすか食べた悔しいじゃんジャパニーズサムライとしてすごいですねその大食い魂なんでそこまでするんですかまああんまかっこいい言い方したくないけど、まあ、こう今まで生まれてきた人間の中で飯食ってるとこ一番背中に睨まれた男になりたいわかんないっす